かい？旅かい？ばあさんや、俺も昔はな。はい。モンスターマシンに飛び乗り、タイムボケ、1ドルコインを握りしめ、噂の高いあのショップへ、Hey hey, let's go dance. Everybody, let's party.今月の特集はウォンテッドバイカーツーリング2014。毎年3回行われるこのイベントは100キロの距離を無数の大型バイクで走りきり、ライブに盛り上がる。参加者はもちろん、主催者のクールス秀光氏、このお祭りを本当に楽しみにしていた。へい、1ヶ月待たせてしまったな。まあそんなわけでね、年に3度のモンテッドバイカー、5月4日はね、みんな親父が子供に戻る日、それで休みにしたんだ俺が、なんてね。5月5日が子供の日だよ、ね、でも5月4日は親父が子供に戻る日。どんなもんじゃ秋だよね。今からあのなんか知らないけど、昨日まで寒かったね、少しね。やっぱあのおふくろの命日が実はね、5月4日ということで、多分おふくろがまた天気をね、そして力也と一緒に天気をいじってんじゃないか、そんな気がするよ。俺晴れのとこだからね、なんて言いながら去年の9月ひでみだったねめちゃくちゃ雨降って、めちゃくちゃ台風か、めちゃくちゃ日に焼けるほどの天気になるか、どっちかだね。でも大体俺はあの外でのイベントは晴れ男なんだ。そんなわけで行くぜ。ことは起こる
ためにある。バイクに耳を当て、ラッキーセブンを引き当てろ。ゴールを目指せ、スイッチを入れろ。自分の音を鳴らせ、スーパーラッキーデー。未来へ、シンデレラじゃあるまい。
大人になると冒険をしなくなってしまう。そして今の若者も自分の殻を破れない時代になっている。日常がつまらないけどどうしたらいいのかわからない。そんな時、今日ここに集まってきた冒険が大好きな大人たちに相談してみてはどうだろうか。人の生き方は様々だけど、どうせ生きるならギラギラした目で世の中を見、そして感じていきたい。うまく前に進めなくなってしまった時、一度この野生の目をした大人たちに会いに来てほしい。きっと何か答えが見つかるはずだ。純な目がひとかけら、思わず呼びかけたら、傷つき汚れた体すり寄せてきた。